七百一号二千八年六月、撮影広島駅付近にて撮影七百十一号二千八年六月、撮影広島駅付近にて撮影広島電鉄、七百0系電車は、九百八十二年に、広島電鉄で登場、在籍中の路面電車車両である。初代七百型については、広島電鉄七百0系電車を確認のこと、市内線専用車としては、五百五十系、 以来27年ぶりに量産された路面電車である。1980年に試作された3車体連接車3500系の実績をもとに警戒電車のスタイルを取り入れて作られた全長13.5メートルの単車体構造の大型ボギー車で正面運転台に大型1枚窓を採用した全中と車で中戸は120センチメートルの大型両ビラ軌道を採用している。 また、両手式、ワンハンドル制御機による、間接制御を3500型に引き続き採用。その後の、広電の標準仕様になっている。車内は、高さが10センチメートル上がったことと、冷房機器の張り出しがないため、視覚的に広く感じられるようになっている。モーター流用車の701から707の一両、あたりの単価は、約5、200万円になっている。車体は、 アルナ工期で製造された。造備途中に駆動方式の変更が実施されたことから、仕様の相違なる二つのグループが存在する。701から704,982年に4両、製造された。駆動方式は吊り掛け式で、台車は NK201 新生台車を使用し、軸バネにシェブロンゴムを巻いているが、モーターは750系の直巻モーター。 HS314AR を再利用している。制御装置は ES-116AM を使用し、自家並列制御方式となっている。また、701号は2014年3月の定期、整備時に冷房装置の更新を実施しており、屋根状の空調機器の形状が異なる。705から707,983年に3両、製造された。 足回り関係は701から704と共通だが正面の方向膜が拡大されブレーキ等が新設された。また制御装置も ES-119AM に変更され永久並列制御方式となり加速性が向上している。運転台周りのレイアウトも若干変更され方向惑星5番も単動方式から駒指定方式となっている。 711から714,985年に4両製造された。手電動機を新品の TDK8568A に変更。モーターを含めて全て申請され、駆動方式も平行カルダン式に改められ、走行音が静かになっている。制御装置は変更されていない。仕様変更の多さから710番台になっている。このグループから、 行き先方向幕に英文兵器が実施されるようになった。書籍によっては710型と表記しているものもあるが、正式名称は701から707と同じように700系である。その後の量産は800型に移行した。701から705.707号は、仙ー車庫に配属され、1号線、3号線、5号線、7号線に、 706号、711から714号は、エバ車庫に配属され、6号線、8号線に着く。しかし、他の車両の整備時や運用に、大幅な乱れが生じた際には融通する場合がある。エバ車庫配属の車両は、定期整備明けには1週間程度、足ならしとして、仙田車庫管轄内の1.35号線で、運用される。現在、白島線への定期運用での入線はないが、 2008年に、知らしません IC 乗車カード、パス P が導入されて、しばらくの間70、705.713号では、IC 対応車両の関係で9号線での定期、運用経験を持つ。2000年代頃より705号を、彦星号70、707号を、折姫号都市車体は、ラッピング装飾、車内は、短冊などを飾り付けし、6月下旬頃から7月7日。 までの間、七夕電車として1.35号線で運行していた。2005年頃以降、彦星号は703号などが代役を務めていた。しかし、2012年度の運行を最後に、七夕電車は1000型に譲る形となり、2013年度以降は新たに、彦星号を1001号、折姫号を1002号とし、突起がある場合を除き、2019年9月、 現在の状態を示す2017年度に2両に対して制御装置の更新が行われたが直流電動機のままとなっている。ありがとうございます。